中日3連戦目ということで、まあ、結果だけ言うと2対1で勝ちましたが、まあ、勝つことが今一番いいのかなと思ってます。佐伯と梅津、本当両方ナイスピッチング、早い回に1点ずつ取られてはしたけども、それでも粘り強く、梅津は8回、佐伯も7回、もうしっかり1点に抑えて、まあ、ピンチもあったけども、しっかり抑えたってところに、お互い投手戦のような形でゲームが進んで、阪神の方は。 3回と7回のワンチャンス、これを生かして2点取れたっていうのがすごい良かったかな、それをまあ佐伯がしっかり頑張って、岩崎とギャラがそれを抑えて守りきったっていうの、の7回までいくと阪神は勝てるのかなっていう、これはゲーム、一番流れ的にいい試合運びかなと、だから先発はもう7回まで頑張る、あとのピッチャーは悪いとは言わないけども、これが一番勝てるパターンじゃないかなというような感じ。まあ、佐伯も 本当に良かったと思う、ね、あのランナー出て7回のところに点入ってツーアウト1塁でバッター回ってきてそのままバッターボックスに立って投げさせたって、まあ、なかなかこう今、中継ぎの方もうまくいってないんであそこで代打出してもツーアウト1塁でなかなか点数取るまでにはいかない。 まあ俺は何回も経験あるけど代打が出したあと2本でないと1点入らないんでそれで,でも選手を使うよりはピッチャーに頑張ってもらって、まあ、イニング投げてもらうと。 いう形がいいかなと。そんな感じで、こう、最近は頑張ってくれた。まあ、アメの方も、まあ、それ以上に、1.3回に取られたけども、それ以後は、本当にもう、阪神の方の打線がダメだった。13個の三振を取ってるっていう。だから、阪神の方も、まあ、勝ったけれども、やっぱり、昨日も何回も言うように、打線の方が、こんだけ入れ替えしないといけないくらい不調であるっていうのを、もっとこう自覚してやらないといけないかな。 まあ明日移動休みになるので、練習もするんじゃないかなと思うけども、ちょっと今の打線であると、本当にこう先発ピッチャーが苦しい状況になるんで、そうすると、先発もこう悪くなっていくパターンも結構あるんで、もう勝ち星がつかないと、そのへもを本当にバッターに奮起してもらって、これだけオーダー書いて、監督も苦労してるんで、今日は本当にそれが運命だと中野が8番でハマって、タイムリー打ったっていう。 まあここしかなかったので、それ以外、もっとこう頑張るというか、き、まあ、昨日も何回も言うけど、あの速いボールに対してどれだけこう打てるかっていうのを考えていかないといけないかなと、本当にこうこの話するのも打つ方ばっかになってくるんですけど、今のまんまじゃ本当に打線的にもう点数入る雰囲気がないので、もうちょっとランナー出てかき回したり、いろんなことができるようにしないといけないんじゃないかな今日ののゲームの反省と。したらやっぱり27のアウトで15 三振取られてるっていうのはちょっと寂しい管理かなと僕的にも思いますやっぱりちょっと追い込まれて、まあ、落ちるボール来ると振ってしまうで高めのボールを振るんだけども前に止まらないのファールになってカウント悪くなるそういうパターンが結構多いので今日の本当に海津なんかも150キロ出てるしあのカーブとフォークとすごいこうコントロールよく投げてるのでなかなか打てないけども打てなかったら打てないなりにやっぱりこうただ振ってるんじゃなくて工夫しないといけないよね 降りました。ダメでした。じゃあダメだと思うね。やっぱりみんな。 いつも言うみたいに、3番、4番、5番は別として、その狙い球とか、しっかりこう決めて、話はバッティングコーチしてると思うけども、あんまりにも高めのボールにこう手を出してるのがすごいこう目立つかなと、この何試合かは。その辺を我慢できる、去年みたいに我慢する、我慢してボールになったらピッチャーはストライク投げてくる、去年のいいよと、それで大山はそういうボールをしっかり打ってたっていうのを、もう一回振り返ってみて、そういうもの、だからヒットでないと、どうしてもボール球に手を出してしまう。 そうすると、やっぱボール球はヒットにならない。なりづらい。やっぱりベースの中に来たものをしっかり打つ。今日の中野なんかも、まあフォークボールであったけども、うまく1球目から拾って、当たりは悪くなかったけど、飛んだところがいいっていうヒットになってる。それを自分の中で決めてどのボールを打つかとか、何でもまんべんなく振るんじゃなくて、佐藤なんかでも最後の打席で1球目からフォークボールを空振りしてる。1球目からそんな難しいボールは普通振らないですよ。初球とかはね。 その辺ももう一回自分なりにみんなでこう反省した方がいいんじゃないかなと思うようなこんだけ三振取られたらもう言わざるをいないのでまあしっかり反省してまた月曜日火曜日から打線が奮起できるように頑張ってほしいと思うこれでは一番大島のところに左でだったってことやね。 そこまで行って、9回になると、3番、まあ、左だけども、4、5、6とずっと右なんで,で、そこでホームランもあるっていうバッターがいるから、まあ、岩崎を先にしたと、思う。今はまあどっちとかは決めてないんで、どっちもいいピッチングしてるんで、やっぱり左の多い時は、岩崎にした方が確率的にはいいと思うんで、例えば大島なんかにはまあ代打は出てこないだろうという、そういう考えで、8回で、俺も8回に来ると思ってた。 9回はもうクリーアップにもあるから、ゲラで右、右、右で、やっぱり、まあ、3人ともホームラン打てるバッターがいるんで、その辺はそういうふうにするだろうなと、思ってた <music> 相手のピッチャー次第だと思うけどな、次第であればこういう並びにならないかなと。だから結果、えー、まあ今日も まあ、矢野の時もそうだけど、3番、近本打ってヒットが出なかった、今日もヒット打ってないっていうね、だから調子がいいから、3番とかじゃなくて、やっぱそこで打ってる選手は、近本なんかはずっとヒット出てたから、いいんだけども、その前に出るランナーがいないと、なかなかこううまくいってない、だから3番打ってはいるけども、今日も4タコ、5タコか、タコっていう言葉はないけども、ヒットが出なかったっていうのがちょっと残念かなと。だからその辺をこをどう考えるか。 まあ俺だったらあれだな木浪の1番じゃなくて中野の1番にしちゃうな俺は。近本を3番にするんであれば。今日はハマったけどなタイムで出たから。木浪よりは塁に出る確率中野の方が高いかなというふうに俺は見てる。中野の1番の方がいいんじゃないかなって。まあ俺はね。で近本3番にするんならね。まあこういう風にするんならまあだから中野、木浪とか揃えても3人揃えてもいいんじゃないかなと思うんだけどね。 中野が出たら、並浪なんかはバントできる選手であるっていう、右ピッチャーであれば、3人左でも全然、反対にいいんじゃないかなと思うけど、ジングザグもピッチャーにしたら結構投げづらいっていうところもあるけどね、だから、後ろからチャンスを作ろうと思って、まあ、中野を8番にしたのかっていうね、中野が出ることによって、ピッチャーがバントするっていうのもあるけど、まあ、今日はそれでワンアウトからバントして、1点ね、ヒット1本で1点取れたからっていうところもあるんだ。 いい時はね、何やってもハマるけど、こういう風に勝てない時は、何やってもダメな時はダメなんだけどね。だから、例えばそれ、8番打ってるやつが絶好調だからって、3番とかこうありえないのよ。だから前も言ったけど、そこにいるから打てるっていうね、去年の木並みじゃないけど、あんだけ打ったからじゃあ1番とか、これはまた違うよな 今日もまあ、つらつら見てた、まあ、点数は取ってないのよな、きょ2対1で勝ったり、そんなにまあ、去年も2対2でね、まあ、結果的にサヨナラとか、打線的にはそんな爆発して勝ってるわけじゃないから、その辺は別に、えまあ、打線が調子いいとかじゃないから、そんな思うこともないと思うし、それは打ってくれることに越したことないけど、今、すぐにはそんなみんな良くなると思わないから、なんかのきっかけがないと。 うんだから投げる方はまは今であれば岡本首位打者であるっていうその前にランナー出さないとかそういうものを気をつけながらもう投げていかないといけないかなともう頭取ることが大事かなと思うけど最近はよう頑張ったなとあそこのツーアウト一三塁の時もまあ本当にストレートでナイスもうそれ中日で言ったらね一番タイムで打ってる山本のとこに来たところを ずっと彼のタイムリーで点数入ってるとこを、まあ、三振取れて、あのボールも良かったしっていうとこになるけどね。やっぱり勝ちしつかないとね、あんまり、最初のうちは内容良かったら、ピッチャーはあんまり気ないそけど、やっぱりこういうピッチングして、まあ、1勝とか2勝がついてこないとと思うこともあって、こう調子崩すこともあるからね。だから、梅津なんかもすごいもうがっかりしてると思うよ。 まあ内容よくはそんな気にあ、勝ち物つかないも、まあ、気になんないけど、それがずっとこう、いいピッチングしても、なかなか勝ち物ついてこないと、どこまで我慢できるかって、まあ俺も経験あるけど、やっぱり相手のエースとずっとローテーションが当たってくると、なかなか点数取れないから、自分も頑張ってるんだけど、自分からこう、落ち込むや、さえんけど、まあ悪くなっていく、ずっとその調子いいのはなかなか維持できないっていうのもあるよな。そういう、俺もそういう経験あるけど。 内容的にはずっとよくても、ああ、こんだけ投げても勝ち星つかねえなーと思い出すと、ちょっとこう、下がっていくこともある。